デニムにパーカーとかでポニーテールとかして、モテコーデではなかったですけど、なんか寒いけんこれを着ようと思った。今日はお疲れ様でした。本日もカプセルありがとうございます。カプセルが届いてる。ハートありがとう。自撮りも自撮り棒あってもさ、だって全身は撮れないじゃん。下から全身写真撮ってくれる人がいるじゃん。だけどさ、普通に一人でさ学校行ったり、自動車学校行ったり、歌のレッスン行ったり、普通に行ったりする、お話し会とか誰かメンバーと会ったらあれやけど、撮ってもらえるけど、会わん日はさ取れないじゃん。困るよね。こんばんは。だるまハートありがとう。このふわふわがカバンにつきまくって持ち物今日持ってた。大変でした。可愛いんだけどさ、このふわふわマジ迷惑だった。カバン、今日持ってたカバンガムテープで取らないと、このなんかモフモフだらけになった。ハートありがとうございます。こんばんは。ハートありがとう。こんばんは。ピンクのカプセルギフト？このカプセルギフトどうなるんだったっけ？なんかアバターのやつ？なんだっけ？こんばんは。M ステのティッシュはここにあります。え、衝撃。なんか変なとこにリボンついてると思ったら、なんかテープで止められてる。え、衝撃なんだが、真ん中にリボンついテープ止められてる。誰、誰がつけたんだよ。衝撃なんだが。またありがとう。取れんかった。衝撃なんや。うっかり。ここに2個置いてます。大変。方もありがとうございます。よかったらルームフォロー、ルームフォロー、ツイッターのフォロー、インスタのフォローお願いします。え、こうか、お願いします。そして朝ね、6時ぐらいに、朝早朝に発表がありましたけど、FNS 歌謡祭に出演します。12月14日でしたよね。え、待て待て待て、12月14日、待てる。12月14日、FNS 歌謡祭決まりました。生放送初出演、こちら
ナの方ぜひ楽しみにしていてください。こんばんは。そしてね、今日の皆様のコメントたくさん見ました。てか今日さ発表されるって知らんくた知らんくてさ、全然心の準備してなかったんやけど、皆さんは知ってましたか？今日発表なことが今日発表された。えよね、今日の何時に発表ですっていうのは今日発表してたよね。びっくりなんだけど。うんうん、かわいい、ありがとうございます。うんうんうん、こんばんは。トゥル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 、悔しいですね。めちゃくちゃ楽しみにしてた。めちゃくちゃ楽しみにしてたんですけど、もうちょびっとのところだったんじゃないかなって思います。こんばんは。ねえ、20時に寝ますけど、はいや、UNS ね、 UNS 見てください。ぜひフォローしました、ありがとうございます。いっぱいなんか STU出て欲しかったっていうコメントを見つけました。嬉しい。アイブ、うん、アイブとかリセラフィムリセラフィム、宮脇さくらさんのね、とこの韓国のグループが多いですね。初が悔しいピン感じです。こんばんは。ルセラフィムか、んルセラフィム、こんばんは。日本のね、そう、日本の国民的番組なのね。そうね、で答えの方はあのお茶の間がね、新人賞すごいですね、おめでとうございます。ねえ、すごい、びっくり、おめでとうライン送ろう、ルリさんに。見なきゃだ、おめでとうございます。嬉しいけど、私も行きたかったです。こんばんは。ラインハルトさん、初見こんばんは、ありがとうございます。右上のハートを押してルームフォローお願いします。ねえ、テーマ
ドンピシャのテーマ曲なのに、なんでなんでしょう。このテーマに一番沿った曲なのに、何が足りなかったのでしょうか。わかりませんが、でも紅白に行けるかもしれないっていうね、こと、紅白に行ける、行けてたかもしれないと思えたのが驚きです。すごすぎる。去年1年前とかだったら考えもつかなかったことじゃないですか。 AKB さんいるかなってAKB さんのことばっかりで、 ST が入ってるわけないっていう感じが去年までだったと思うんですけど、1年後に選抜メンバーになって、初選抜の曲が紅白に行けるかもしれないと思えたことがすごすぎます。すごすぎてねえ。そうですね、もっと知ってほしい。このね、花は誰のものがまだ届いてない世代があると思うので、そうですね、届けたいね。候補には入ってたね、絶対そう、絶対に候補には入ってましたね。そうね、だってもしかしたら分からんけど、もう1年、もう1年、まあ9枚目シングルとかもその間に出てくるかもしれんけど、もう1年花は誰のものに力を入れたら、来年1年後に花誰でまた生きるかもしれんっていうのもありますよね。あるよ。ないことはない。違うシングルが出て違う曲で来年目指すってなったらな、まあそうなったとしても、あのそうですねそうなったとしてもまた次ね、次のシングル選抜に入って、そのシングルをこう前面に押し出していけるように、その一員として貢献できるようなメンバーになりたいなって思いますので、そうですね、これからも皆さん応援よろしくお願いします。フォローしました。ありがとうございます。ずっとね、次も選抜メンバーに入るのはもちろん目標ですし、
その次の曲がもしあったとしても花だれ以上をね狙えないとって感じなんですよね。フォローしました、ありがとう。こんばんは。で出れると思ってたねえ、ほんまにゃほんまにゃめっちゃ歩きながらと電車で帰りながらとでなんか考えたら泣きそうになったけん、マジ変な人だった絶対何も見てない、スマホも見てないし、ただまっすぐ見てあの泣きそうになってる人だからなんか変な人だと思われて絶対に恥ずかしい。こんばんは。普通に道を歩きながら。ファイト、ありがとうございます。ファイト。サイレント明日やん。今日じゃない。今日じゃない。明日だもん。うんうん、こんばんは。次の選抜入り戦争。そうですね。まあ、じゃあギリギリラインに立っていますので、本当に今まで以上にこの5年頑張ってきてやっと入れたっていう、このシングルで入れた選抜メンバーにはなるんですけど、ギリギリのラインで、一番ギリギリのラインで入ったので、すぐにでも落ちれるところにはいるのでですね、次も選抜メンバーに居続けるっていうためには今まで以上に自分も頑張っていきたいと思います。なんですけど、私の力だけだったらね選抜メンバーにはなれないので、皆様の応援がこれからも必要になってきますので、よろしくお願いします。これからが本番みたいな感じですね。仕事終わりに車の中で結婚見て泣きました。嬉しい嬉しい、ありがとうございます。とてもうれぴー。25,000超えてる、すごい。誰のもの？え？私のとこに誰のものだけはトレンド入ってるんやけど花は花入れてくれん。
誰のものだっけ。こんばんは。うん、アウト ST48 ST48 トレンドミッキー。あれ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 、ニャクニャった。なんかめっちゃあの海外コメントも見つけました。なんて書いてあるかまでは翻訳してないけどなんて書いてあるかまでは翻訳してないんですけど、なんか調べてたら見た。すごいですね。もっともっと応援します。嬉しい、トレンド入ってるね。すごい。すごい。パフュームさんってこと。パフュームさんトレンドない。おぼんこぼん師匠入ってる。なんこれ、うん、尊い、ありがとうございます。つるくさんのコメントを見ました。ツイート、ツイートですよね。ツイート見た。嬉しい。ありがとうございます。こんばんは。クリスマスね、クリスマス年末がねあれだったのに、クリスマスっぽい。クリスマスっぽい番組全部出れたら嬉しいね。うさひめさん、はじめまして、ありがとうございます。ねしゃりさです。よかった、右上のハートしてルームフォローお願いします。ふん誕生日リリース曲で改めて平和を感じれました。ありがとうございます。嬉しい、レノファさんありがとうございます。一生大事な曲ですね。じゃあ誕生日リリースの、M ステねえ、ウルトラスーパーライブ出たい。出たすぎる。でも私の目標は、目標はというかそう、紅白に出れたら、紅白に出れるようなグループになったら
アヒュームさんと会えるってことじゃないですか。私はそのね、何エステに入った時に目標にしてたのは大先輩に会うっていう目標あったので、それに近づけると思うとすごい嬉しいですね。ずっと何回だ、ずっとすごいよね、15回、15回目らしい、今年15回連続出演、すごすぎませんか。バラありがとうございます。こんばんは。15回出演はすごすぎる。わしが3歳の頃ってこと？3歳の時からずっと紅白に出続けてる3人組ってことですよ。びっくり。4歳で足に入ったので、もちろん会ったことはないですけど、すごすぎる。とても。こんばんは。M ステムネタからリクエスト入れておきます。ありがとうございます。なんだっけ、リクエスト、カウントダウン TV とかもね、出たいのでね、取り戻したい番組であるので、皆さんのお力もぜひお借りします。よろしくお願いします。広島駅だって分からんやろ。覚えとらんやろ。髪の毛はもうこんぐらい、ここキープ、この長さキープです。もうちょっと切ってもいい？どう思いますか？ここまで伸ばしたのは結構レアですよ、私の中では。いつもここの鎖骨ラインで留めてしまうので、肩についてこうなんか外羽ができるぐらいの長さでいつも留めてしまうので、ここまで半年ぐらいここまで伸ばしたんですけど、結構レアです。
初期入った初期がめちゃ長かったんですけど、そっからなんかいつか分からんけど切ってそっからはもう短いまんまだったのですよ。でこのアーシャ撮った5月とか、いやいつだ、3月ちょっと忘れたけど、まあ春ですよね飛びすぎ飛びすぎ。アーシャの時はめっちゃ短いでしょ、ここぐらいまでしかないから。アーシャ撮って、このジャケシャ、花だれのジャケシャ撮って、もう切らんとこ切らんとこ髪の毛って思って、えっと伸ばしてきたこれが2月撮影だから、これ撮ってアーシャ撮って髪の毛を伸ばしてみようって決めた日これでこう物になってみたらね漏れてますけど、この長さいいってなるけど、この時の自分はなんかめっちゃ芋じゃねって思ったんよ、この写真を見て、この写真を見て、そうなんか髪の毛の長さが芋じゃねって思って伸ばしてみようって決めた日これそう、どっちがいいですか、こう完成したの見たらね全然可愛いじゃんってなるんやけど、この時の自分なんかダメだったんや自分的に。ハートもありがとうございます、右上のハートしてルームフォローお願いします。大人っぽくなりますね、本当大人っぽく、大人っぽくなりたかったですまあ冬はね長い方がいいとか言いますよね、こうニットとか着てこうお団子してっていうのが冬のモテ、モテ女じゃないですか。冬に短くしちゃうと何もできなくなっちゃうからさ。冬は長い方がいいって言うよね。分からんけど。でもこう伸ばしてたらさ、久しぶりに会ったミクさんとかにめっちゃ髪伸びたねって言われて、そう成人式のために伸ばしてるのとか言われる、よく全然そんなことは考えてなかったんですけど、てか成人式いつって感じ、私はいつやるのって感じ、そんなこと全然気にしないんですけど、まあ確かに成人式に短かったら何もできないよねと思って。ありがとうございます。こんばんは手を最近意識されとるんかそんなことはないですよ、じゃあ意識しなくてもモテ女を目指しているので、別に意識はしてないですけど、モテだなみたいなのをね目指していますので、そんな別に意識とかはしてないですけどこんばんは、久しぶりありがとうございます。やっほーい、初訪問皆さんありがとうございます、ルームフォローよろしくお願いします、ツイッターとインスタのフォローもお願いします。
今日は夜ご飯にキャベツを食べたんですけど、そうキャベツを食べて意識高いと思いきや唐揚げを2個食べたっていうそう意識したんかしてないんかよくわからない食事になりました。こんばんは。あ、キャベツあるやん、キャベツ食べよと思ったら唐揚げが目に入って温めようってなっちゃうんで意識が高いのか低いのか、2個まで許される、そうだよね、いいよね。でもなんかめっちゃ豆腐があるから謎に豆腐も最近めっちゃ食べてますのと、ビタミンみかんみかんもめっちゃ食べてます。みかん食べたらニキビが治りました。ここに時間経ったけんかもしれんけど、 M ステじゃないわ、ベストヒット歌謡祭、あや、ちょ、 M ステの時にもあったわ。 M ステの時ぐらいからここにできてたニキビが治りました。ここにできてたやつも治りましたハートありがとうございます。まあそんなに歌番組でニキビが見えるぐらいまでバーンってドアップで来ることはないんですけど、自分のモチベ的にね、せっかく歌番組があるのに肌が荒れているってなったら下がるので、これを維持したいと思います。ハートありがとう誠一郎さん、ハート水色ハート、だるまもありがとう、せいがくん、おぉあぶない、こんばんは。1000回目の訪問ありがとう、ありがとうございます。嬉しいね、こたつでみかんこたつ持ってないんだ、レッドカーペットじゃねなんだっけ、ホットカーペットなんだっけ、ホットカーペットっていうんかいね、と電気毛布とを準備しています。もう出してるでも、電気つなげてはないけどレッドカーペット間違った、こたつね、こたつ置くとこがないんだよね、ばあちゃん家のこたつしかないピアの、こたつあったらさ、そっから動かなくなるからいいんだよ何もしない一日ばっかりになりそうだからいいんだよ、人生はあるだろ、こたつとヨギボーどっちがダメ、ダメになるんやろ、絶対こたつやんね、ヨギボーは欲しい、ヨギボーいやこのくの字のやつありすぎやろ、こたつ無理こたつ無理やばい、やっぱり
はいらないです。こたつはいらないですね。こたつなしでいきます。じゃあ花だれ歌います。久しぶりにこれをやるのでカラオケを。はあ、音が割れてるかもしれん。ここら辺でやろう。レッツゴー。それでは聴いてください。花は誰のもの。もしこの世界から公共が消えたら争うことなんかなくなるのに。ララ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 。誰のものかなんて、誰かと誰かが自分のものだとお互いに言い張った。どこから眺めていたって美しい花は変わらず美しい。奪おうとすれば愛はやがて踏みにじられる。もしこの世界から公共が消えたら人はみんなきっと幸せなのに。どうして何のため線を引くのだろう。そうただ一つの地球の上。ララ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 。であろうとも日は沈みまた昇る。希望はいつでも僕らの頭上に平等に降り注ぐ。日向も日陰も儚く誰のものか決められないだろう。笑顔も涙も独り占めなんかできないよ。もしこの世界から公共が消えたら多分困る人がいるんだろうな。この線のここから入ってくるなよと勝手に旗を立て孤立するだけ。数えきれないくらい花が一面に咲いていればみんなの足元がどこなんて気づかない。幸せを分けてあげよう。もしこの世界から公共が消えたら人はみんなきっと幸せなのに。どうして何のため線を引くのだろう。そうただ一つの地球。
世界から公共が消えたら争うことなんかなくなるのに、見えない線ばかり勝手に引いたって、僕たちは自由を諦めない、美しいその花ずっと守りたいよ。ありがとうございました。ありがとうございました。こちらがこの曲、花は誰のものとなっております。ミラーボールをミラーボール途切れささず、皆さんありがとうございます。協力プレイありがとうございます。泣けてきた。また皆さん、ね、一緒に ST のメンバーとアンの皆さんとダフの皆さんと紅白をね目指したいですね。まだでもまだ分からんかもしれん、まだチャンスあるかもしれん。急にさ、だってあれじゃん、何紅白目前になって、誰かのアーティストさんが出れなくなりましたとかなったら、もしかしたらいけるかもしれない。まだ分かりませんのでね、12月31日になってみないと分かりませんので。まだまだ諦めないという感じで、これからも応援よろしくお願いします。そしてこちらです。花、そして花は誰のもののお話し会もまだまだ再販受付中です。明日の1時までが一応第2次再販となっております。ここの直接会えるとこ7、8時間目、クリスマスのとこは3時間目、この3時間が今のおすすめとなっているので、皆さんぜひぜひ、初めての皆さんも初訪問の皆さんも、花は誰のものをちょっとでもいいなと思ってくれたら、ぜひ三好ありさが気になるなと思ってくれたら、ぜひ遊びに来てくれたら嬉しいです。お待ちしてます。明日の1時までが第二次再販です。一応ね、この第5次再販まであるんですけど、再販が全部終わりきるまでに、この 全時間、あと残り5時間、全時間完売を目指しているので、皆さん最後の最後、応援よろしくお願いします。グッジョブってな感じで、ランキングを読みます。13位塩麹さん、12位ジョーカーです。11位マーリーさん、10位なおしんさん、9位あきらさん、8位あきのりさん、7位ゆみこっちゅみん。ありがとうございます。6位スパさん、5位せいがくん、4位スキューシュののぶさん、3位やすべえさん、2位せいちろうさん、1位はドルルルン、みずりん。ありがとうございます。嬉しい、初めて名前を呼ぶ方、壇上に大喜利、ありがとうございます。
ありがとうございます。ぜひあのまだね見てないよって方はツイートもしましたし、あのアリンコメールであの送ったので気持ちという名のまあ気持ちですかね気持ちというのの気持ちの名文章を送ったのでぜひ読んでください。そしてツイッターの方にはコメント残してください。お願いします。こんな感じです。再販中お話し会もお待ちしております。それでは紅白はねまだわかりませんけども、 FNS 歌謡祭の方には12月出演できるのでお楽しみに。では明日も頑張りましょう。ありがとうございました。本当にこれからも応援よろしくお願いします。バイビー。フォローしました、ありがとう、ありがとうございました。また明日、これからも頑張るぜ。ピース、ついてきてねありがとうございました。ピヨ、おやすみなさい。お疲れんかん。皆様のコメントの方もじっくりと読まさせていただきます書いてくれたるやつとかトレンドに入ってるのでね、今じっくりと見たいと思います。ありがとうございましたこんばんは。ではまた明日、おやすみなさい。バイシャラポー。おやすみなさーい。